今日めちゃくちゃ緊張してますけどね、プロ。間違いないです。間違いないです。英子さんもバレーやられますもん、ね。いや、俺やってないよ。やらないよ。やめて。特に、まず中央からお願いします。やっちゃう、やっぱり。はい、じゃあ、すいません。今度は岡さんの方のカメラの方に向かってお願いします。岡さん側のカメラ。はい、お願いします。上手側お願いします。あの、三浦さん、はい、本当にこれ、ぴったりの役だと思いますけれども、仕事が来た時には、そうですね、やっぱり、まあ、バレエをクラシックバレエをずっとやってきたのですごい嬉しかったんですよ。やっとこういうクラシックバレエの使っ題材とした役ができるっていうのが嬉しくて、で、まあ、舞い上がってしまっていろんな取材とかいろんな媒体さんでもう本当に俺しかいないと思いますって言い過ぎて、あの自分の首を絞め今日めちゃくちゃ緊張してますけどね、プロ。でもあのすごく僕がとかじゃなくて、あの皆さん本当に素晴らしくて素敵な作品に仕上がってると思うので、あの皆様に楽しみに待っていただけたらなと思っております。この役をできるのはやっぱり三浦さんなんじゃないですか。言わせようとしてる。間違いないです間違いないです。僕しかいないという気持ちを持って、あの汗がすいませんいやでも本当にヒロキしかないっていうのはもう初っ端で分かりますM1 ね、もう目から鱗です。あーちょっと汗が期待してください頑張る。カミラさんはいきなりおじいさんに。そうなんですよ。ムムとかクーとか言ってる人間が70歳のねえ、やっぱり夢だったバレエダンサーを目指すんですけれども、そうなんですよ。役がですね。あ、もちろんですジャズダンスとかね、ミュージカルダンスをやってたんですけど、いや最初バレエって聞いて、どうなんだろう。そして70歳のおじいさん、と思ったんだけど、でも逆にチャレンジングだなと思いまして、で、なんといっても曲が圧倒的のメロディー力がありまして、それにノックアウトされて、あ、これはちょっとこの船に乗っかりたいなって思いましたね。まあ本当いいチャレンジになってます。でも楽しんでます。バレエは初めてですか？ほぼ初めてです。いやいやいや、ほぼ初めてですジャズダンスの時にあの ちょっとだけバレエのねテクニック入れるジャズダンスの先生いらっしゃったんですけど、若い時。いやいやいや、うまいです、めちゃくちゃハードル高すぎるお互いハードル高いやでもね、ちょっと虜になりました。昔あの若い頃は、バレエダンサーなんかなよってるとかね、タイツノーって言ってたんですけど、やっぱヒップホップだろうみたいな、ジャズだろうって。やってみたらね、腰痛がちょっと治りましたね。背筋が。やっぱりこう、ラインが良くなったのかな。おすすめします、皆さん。あの本当に何歳になってもバレエは、できます。皆さん、どれぐらいできてますか？いや、だから、あのできすぎてるので、あの最初とかできちゃいけないんですよね、家庭的には。なんで、もうピルエットとか、軸すごいまっすぐで、あれ、ジェイさん、ちょっと上手すぎるんで、もう少し下手にみたいなオーダーがあったぐらいですもんね。でも、なんかあの休憩中とかもずっと練習してるんで、まあ、そのストーリー的にはバレエ知らない人が一生懸命練習する姿じゃないですか、はい、僕らもうね、裏も見てるから本当にやったことない人がどんどん上手くなっていく過程を見てるから、なんかお客さんとなってなんか一緒に稽古見てても感動させていただいてます。でも英子さんもバレエやられますもん、ね、いや俺やってないよやらないよやってるじゃないですか。やってるランジットやってるじゃないですか。いやもうやめて、あそこ恥ずかしいところだからいやそれ一回ちょっとチラッとやってみたけど、やっぱ本当難しいんだなっていうのはやっぱりちょっと認識で感じました。英子さんはバレエのシーンはないんで勝手に作りましたアドリブみたいな感じでアドリブみたいな感じでやられてます、はい、いやもう出てくるんですか？出てくるかどうかはまあ見てのお楽しみですね。はい、見たことない、見たことないテクニックを、クラシックバレエでは一切見たことがないテクニックを、ネオバレエ的な、ネオバレエまさに、ね、日本のミュージカルのエポックメイキング見たぐらいの力強いストーリーも音楽も三位一体もキャスト三位一体となって、相当最後の心をわしづかみにされるものになっていると思いますなのでそうですね、あのちっちゃいティッシュじゃなくてティッシュの箱、確かに箱の付き箱ティッシュで、
楽しんでいただければ、うん、あんまりそれもまたハードル高くて、ご自分で挙げられてますけど、いいと思います。本当に毎回見てよくできてるミュージカルです、うん、いろんな意味で、うん、いろんな意味でこんなに勇気と希望と何だろう夢をもらえるミュージカルはないんじゃないかなと自負しちゃいます。そうですね、もう演出の桑原さんはじめスタッフの皆様、そしてキャストの皆様、もう全員最高に、なんだろうな、心意気がいいっていうか家族みたいなカンパニーなんですよね、うん、そんな素敵な素晴らしい人たちが集まってるこの奇跡っていうものに感謝しながら、うん、この作品は自信を持って、皆様にお届けできる作品に仕上がっておりますので、皆様心強いですね。いやもうだって本当に嬉しかったんですよ。なんか漫画も舞台もドラマもやっぱすごいいい作品ばっかりじゃないですか。逆にハードル上がるじゃないですか、うん、で一回なんかちょっと何か演出家の方とかスタッフさんとか俺らたまたまなんか集まってて、その韓国のそのミュージカルをちらっと動画で見たんですよ、みんな。 あったんだ、やっぱ資料映像的な、はい、あそれ三浦さん、ひろき君見ていけるっていう顔したんですよ。いや、yeah! 立てるブラダー、やめてやめてってかに、いや、俺は不安なんですけど、やっぱスタッフさんとか演出家の方もこれはいけるぞみたいな、そこでなんかちょっと一致、なんかグッとなんか一丸となったというか、ひろき君がここまでグッとなればこっちもいけるみたいな感じの瞬間ではありました、あの時。心の声が聞こえてきました、勝てるっていう。ということですね。はい、ひろきさん頑張ります。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。お忙しいところ。